はい、こんばんは、ヘマールでございます。今日はですね、ライトのテストでやってまいりました。今日のライトはソフィアの C8F というライトとなっております。で、そのライトをなぜかまた夜中の12時近く前ですけども、変な車が来た。まさか車来ると思わなかった。総寺谷トンネルと言います。で、長さ 400m ございますね。明治の28年にできたそうでございます。あの車が戻ってこないことを私は祈ります。このライトは 300m の光が届くライトでございますので、まあ、そういった意味でこの 400m の光が届くってことでいいテスト場所かなと思ってやってまいりました。方が撮影向きだと思われます。もう出口しちゃったね。あの、本当は怖いトンネルだと思うんですよ。上が竹林ですね。竹がね、風で揺れて擦れて、なんか嫌な音しますね。ギリギリギリって。まあライトテストもあれですけど、ちょっとトンネルのスペック見ときましょうね。ちょっとここからこちらの方は北陸線の明治のトンネル、明治28年製だったかなのトンネルでございます。まあここの峠道ですね。まあこのトンネルも結構長いですね。で、曲がってますね。作りは石造りですね。まあちょっと暗いんで申し訳ない。ピラスター付きで、上は竹林でございます。この先の僕の動画で言うと山中トンネルっていうのがあるんですけども、そこはちゃんとね、もう照明ついてるんですよ。でもここのトンネルはなぜか長いのに照明がついてございません。格好のライトのテスト場所でございますね。うん、まあな、ちょっとこっからはトンネルのことを言いながらも入ってきますね、帰りはね。なんかし、お、なんかここだけ狭いな。なんか、うん？ここだけなんか壁が出てるぞ。対比光ですね。これ電気切るとどうなるのかな。
暗真っ暗でございます。他の方でね、こちらのトンネルを歩いて走破された方がいらっしゃいました。その方は昼間歩いてたんですけども、まあ、昼間でもめちゃめちゃ怖がってらっしゃいましたけど、まあ、普通の人の感覚やったらそれが普通だと思います。前回動画で出した琴音トンネルさんはね、琴音トンネルはこの石垣がすごい丸い石とかこういう石とかいろんなのありましたけども、ここは整然と綺麗に積んでありますね。ちなみに屋根はレンガ積みですね。で、出てまいりました。はい、出てまいりましたですね。変額はちょっと新しくなってるみたいですね。高さ制限 3.5m。 これ、おお、ちょっとこれが北側の入り口でございます。ちなみになんかこのピラスターの中がなんか水路になってるって聞いたんだけどな。このピラスターがなんかね、このピラスターの中がなんか用水路っていうか、なんか水道管になってるとか、なんかこの上の水を下へ流す、こっちじゃないのかな、こっちかな、そんな風に見えないんだけど、なんかピラスターが上からの水を通す管になってるって聞いたんですけど、そんな風には見えないですね。ちょっと最後にね、トンネルちょっと見ておきましょう。まあ数あるこの北陸線のトンネルの中では結構長めのトンネルございます。今現在こうやってね、この北陸線後のトンネルでこの長いので電気がないのは珍しいトンネルだと思います。肝試しにはいいかもしれませんね。まあちょっとごめんなさい、僕はあんまリアクションがなくて申し訳ない。もうちょっと怖がった方がいいかな。ギャー、うわー、うわーい、嫌だ、こんなところで入りたくないよ、うわー、実感わかんないですね。いやでもね、普通の人だったら怖いと思いますよ、多分これ多分怖いと思うんだよね。まあまあいいや帰ろうすいませんね、僕はそんなに残念ですけど、僕はね、あんまりその怖がるキャラじゃないんで申し訳ない。もうちょっと怖がった方がいいかな、わざと。それも嫌だしな。ねえ、まあ、普通の人来たらめっちゃ嫌がるんだろうけど。まあいいや。まあそんな感じでね、今日はこれまででございます。このトンネル自体もね、いいトンネルでございます。うん、なんか結構、綺麗にできたトンネル。すごい形がいいですね。このトンネル自体もいいトンネルでございます。本当はちょっと昼間今度改めてちゃんと撮影来るかもしれません。でも今日はいいかな、もうここはいいかな。はい、でライトね、こちらの方のライトですけども、下の方の概要欄にリンク貼っておきますので、そちらの方からお買い求めください。はい、でお値段もそんなに高くございません。でもうスペックも変えてありますけども、まあこの通りね、今ちょっと待ってください、
それではおやすみなさいませ、夜中の12時からこんな長い古いトンネルの前からおやすみなさいませ、ベマルでした。ありがとうございました。